日ごとの糧、2022年1月26日。あなたの下ベラが見業を仰ぎ、コラもあなたの意向を仰ぐことができますように。詩篇90編16節言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の一人ごとしての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。 ヨハネによる福音書1章14節イエス様は父なる神様の輝きをしっかり保ちその言葉と生き方の中に恵みと誠が満ち溢れるような形でそれを明かしされました。旧約の「詩編の祈りは」は神のしもべたちが神様の見業を体験し感動し礼拝することができるようにまたその子供たちも親の出来事に習って。 神の恵みを知り礼拝者として生きられますようにと祈っています。イエス様が父なる神様の光をしっかり受け止めてそれを反映させながら生きたように私たちも神様の恵みをしっかり受け止めてその温かい愛の中で安息しその祝福を分かち合うことで神の恵みは役割を発揮します。まずは自らが自分自身が光をしっかり受けること。 そしてその祝福が子供にも伝わり、共に神を礼拝すること、さらにそこでの祝福を関わる人たち、生活の中で関わる人たちとの生活の中で無理ではなく、見栄からでもなく、あるいは義務感からでもなく、自然に生きることで、光と祝福があふれ出るような日々を旧約の詩人は祈っています。あなたの下らが見,見業を仰ぎ、 コラもあなたの意向を仰ぐことはできますように言葉は肉となって私たちの間に宿られた私たちはその栄光を見たそれは父の独り言としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた恵みを受けてそれを豊かに味わって周りの人がその何というかその恵み喜びがこうその人に感じられるような そういう生き方ができたらいいなと思いますね。祝福がありますように。